キマコとヨウは、大韓民国、広州広域市出身のサッカー選手。ポジションは MF、元韓国代表。本願は、幸州騎士。中学高校時代の5年間を、オーストラリアのジョンポールカレッジで、ユースサッカー教育を受け帰国。2006年に FC ソウルに入団。2007年に、トルコ代表をフ、FIFA フワールドカップ。 日韓大会で3位に導いたシェノルギュネシュがソウルの監督に就任すると気に入られレギュラーを獲得。セルティックでプレーする気、誠よう2009年の夏に横浜 F マリノスが獲得に動いたが FC ソウル側の激しい引き止めに遭い日本への移籍は叶わなかった。2009年12月13日にセルティックと契約。契約期間は4年間で 遺跡金はおよそ200万ポンド。遺跡当初はレギュラーとして出場していたが3月頃からレギュラーを外され不本意な成績に終わった。翌シーズンの2010から2011シーズンは月間最優秀若手選手を受賞するなど活躍している。2010年12月27日に行われたセントジョンストン戦では 例から例のまま後半ロスタイムに突入する中、車ドゥリと木がそれぞれゴールを決めにから例の勝利の貢献した。セルティックでの初の韓国人アベックゴールとなった。2011年5月21日に行われた、スコティッシュカップ決勝のマザーウェル戦で、左足の強烈なミドルシュートを決め、セルティックの優勝に貢献。この試合の最優秀選手に選ばれた。 2012年8月24日、スウォンジーシティ AFC の移籍が決定。なお、韓国側が、この契約に20試合先発出場させるという、オプションを入れさせていたことが判明している。2012から13シーズンは公式戦38試合に、出場、クラブ初タイトルとなる、リーグカップ制覇にも貢献した。翌シーズンは、ジョンジョ・シェルベイなど、同じポジションに、 ライバル選手が加入した影響を受け、2013年8月31日、サンダーランド NFC にレンタル移籍した。2014から15シーズンには、プレミアリーグ33試合出場8ゴールを、アげクラブの年間最優秀選手に選ばれた。2018年5月、チームが2部リーグに降格した直後に、 自身の SNS でスウォンジーシティ AFC の対談を表明した。2018年6月29日、フリー遺跡で入滑するユナイテッド FC と2年契約を締結したことが発表された。しかしラファエル・ベニテスの元では途中出場が多く、定位置確保には至らなかった。さらに2019年に就任したスティーブ・ブルースの元では完全に構想外となり、 2020年1月31日に、ニューカッスルとの契約解消に合意した。2020年2月24日、RCD マヨルカと2019の20、シーズン終了までの契約を結んだ。しかし、コンディション不足で、リーグ戦1試合の出場にとどまり、6月30日に、契約満了で退団した。2020年7月21日、 フルスである FC ソウルでの復帰が発表された。11年ぶりの K リーグとなる。代表では全世代を経験しており、FIFAU-20 ワールドカップ、北京オリンピックにも出場している。2008年6月7日の W 杯予選、ヨルダン戦で、フル代表に19歳でデビューして、中盤のレギュラーを獲得。同年9月10日の北朝鮮戦で、 代表初ゴールを記録。韓国代表が W 杯出場を決めた2009年6月6日の UAE 戦でもダメ押しゴールを決めた。AFC アジアカップ2011ではサルマネなどの騒動はあったものの、韓国のベスト4入りに貢献をし、マルカとガゼッタでロスポルトの西からはベスト11に選ばれた。 2015年1月、韓国代表のキャプテンに就任した。2018ワールドカップに出場したが、またしても、決勝トーナメントには進出できなかった。2019年アジアカップをもって、韓国代表からの引退を表明した。2011年1月25日、AFC アジアカップ2011準決勝、日本対韓国戦において、木は、前半に、 pk で得点した後、ゴールパフォーマンスで、猿のモノマネを行った。猿は、韓国人が、日本人を侮辱するときに多用される表現である、ことから波紋を呼んだ。木は、翌26日に、自身のツイッターで、観客席の朝日バタを見て涙が出ました。私も、選手の前に、大韓民国国民です、と朝日バタに腹が立ったことを理由として、 恋に、サルマネパフォーマンスを行ったことを釈明をした。しかし、実際に、観客席に朝日旗は確認されていない。その後は、スコティッシュプレミアリーグでサルマネで、人種差別された気とようはやってはならなかった。党というサルマネパフォーマンスへの批判よりも、韓国ネチズンの間では、曲実期に復讐しただけという賛成意見が大勢を占めるようになった。 サッカー評論家の金子達人秋の行為への批判の声もあったことについて日本人に対する差別的行為を非難できる韓国人がいたことに驚かされたとスポーツ日本に寄稿している韓国国内の騒動を受け日本のメディアでもこの騒動が報道された日本サッカー協会は大韓サッカー協会に対し木への聞き取り調査を依頼した木が あのパフォーマンスは、日本人に対してではなく、セルティックでプレーしていて、相手チームのサポーターから猿の鳴き声でバカにされた、ことがある。その連中に向けてやったことだ。日本人向けではない。と前言の朝日端に関する発言を翻し、クファも、結果として、日本の皆さんに誤解を与えることになり、申し訳なく思っていると謝罪したとして、 JFA は正式な抗議を行わないことにした。JFA がクファからの謝罪を受け入れたため、キは AFC からの制裁を回避した。この騒動は、日韓間にとどまらず、キがプレーしているスコットランドや、その他海外の国々にも飛び火した。イギリスのタブロイドカミザスさんは、地域イモと銘打った記事で通列に批判した。同志は、 スコットランドのサポーターを人種差別者として告発することで苦い国際的確執から脱出しようとした時の説明を批判的に報道したほかイギリスのサッカー場での人種差別行為を監視する団体 SRTRC の幹部が木の説明を疑問視していることも紹介している。サルマネを正当化する理由がなくなると木はもう死にたいと言い出したという。 この試合を取材していた産経新聞のカメラマンは日本側の応援席で朝日バタを見た記憶はありません。断言はできませんが少なくとも目につくような大きさの朝日バタは見なかったと証言している。また2011年1月27日に放送されたテレビ朝日のワイドスクランブルでは朝日バタが掲げられた応援席の写真を写しながら 歴史的な日韓の葛藤を論拠に、木の行為を擁護した。しかしその写真が 2010FIFA ワールドカップの日本対オランダ戦の時のもので、試合当日のものではなかったため、韓国の報道を検証なしに引用したため間違ってしまったと翌日の番組で謝罪、訂正することになった。そして次の日韓戦となった2011年8月10日に行われた、 日韓新善試合の前日の記者会見で日本の取材陣からこの時の騒動の釈明を求められると、木は当時あまりにも競技が激しかったし複合的な理由があった。しかし過去のことであり忘れていた。と発言した後、会見途中で席を外した。その後、2012年8月20日に放送された韓国 SBS の ヒーリングキャンプから嬉しくないのか似て、その時、当時の試合で、朝日商店機があったんです。日本は見せてはいけないのに、それがありました。それを見て情けなかったですし、思わず、サルセレモニーが出てきましたと、再び発言を翻した。また、人々は、サルセレモニーを見て、間違いだ。まだ幼い。未熟だと言ったんですが、 私も、やはり人間で感情があって表現が出てきましたと説明した。その他の国際公式戦、ありがとうございます。